サイコロの目の数だけ騎士を打つ、そしてプラス収支にするということで、ご騎士は結構難しいかなと思うんですけど、おはてん、おはようございます。わかんない結局。あ、終わった。これ読めなきゃいけないよ。シンボリクリスエス最初に出てきたら333か555なんですよ。天井が打っていい待って、あと3機種か。これちょっと捨てたくないな。あ、でもそうか、温泉ゾーンからだし、あ、とりあえずちょっと RT 落ちるまではどっちみち打つんで。ん？ MB も引くっていう。どうしよう、やめに行く。ちゃうか、ちゃいますか。上がるの、上がるのか。はい、でもまだ RT だと思う。あ、今落ちました。いや、シンボリはさすがにもうここまで来たら回します。333であることを祈って、まあそこまで行く前に当たるのが一番いいですけど。でも出せですね。はい、次走に期待しましょう。はい、もう次のやつで勝てると私は信じてるんで。そしてなんか引いてる、待って、これは強茶だったら強茶の 10% とかで、あ、弱茶です、すいません。あ、え、待って、トカデオ、あ、違う、あ、トカデオ、うん、トカデオ出てきました。どっちみち、どっちみち勝てるかも。もうここからスタートなんでね、めちゃめちゃ有利。え、早くない？緑だよまだ。やばい、なんでこういう時に限って早いの。いや、これは分かんないな。マジで天井であれ、天井であれ、もうここの扉で赤。あ、一応危ないっす、ダメかも。全然いい感じじゃないのよ。あー、ない、チャンスアップが。スタートしました。崩壊帝王の位置取りは最後方から崩壊帝王、第3コーナーに入りました。アルケージで1頭を離れた。お願い、おい、お願い、よし、残り 200m、 殺中間。いやー、うわ、うわー、次走に期待しましょう。うわー、やっちゃった。555だし、東海帝王も勝てないし、最悪。うわ、あ、連投チャンスだ、連投チャンス。勝つんじゃないか。今6周目ですよね、でもね、いったのね。あ、しかも調教ゾーン引いちゃった。これで赤に行くことは結構難しいかも。どう？お、赤まで行きました。出走赤じゃないけど、まあ大丈夫でしょ。東海帝王、絶好の仕上がりですね。そう、仕上げてきました。ゲートに完了しました。スタートしました。東海帝王の位置取りは怪しいんだよな。あ、レインボー、レインボー。あ、よかった。あ、不安になるわ、本当。はい、まあ
まあまあ使っちゃったんですけど、コインはとりあえず後悔なく、383ゲーム、蹄鉄もしょぼいんで30です。はい、早い、あとはシナリオ次第。うん、お姉ちゃん、お姉ちゃんだと超万世普通三冠名馬伝説なんで、で、超万世は多分ないです、もう黄色なんで。ってことは普通っていう、まあ、50% 全部 50% がありますけど、それ以外だったらもうここは 80% 以上硬いですね、だいぶ。なんだそれか、そしてマコマコとかも何も入ってないし、いや大丈夫でしょう、ここは勝てると信じてる。おー、えらい微妙な、スタートしました。東海帝王の位置取りは最高峰から東海帝王、第3コーナーに入りました。スローペースで最終コーナーを回ってラスト直線に入ります。東海帝王、残り完成あり、黄色だけど、東海帝王、首は速くて、東海帝王、どう、大丈夫だよね、嘘、嘘、わー、嘘、87枚、あ、間違えた、信じてるの、ずっと信じてるよな、終わりました、復活です。あー、でも、まあ、テーメモビラーは大丈夫なんで、はい、とりあえず G1 ダービークラブはこれにて終了します。あと3機種どうしよう、何を打とう、どうしましょう、ちょいマイナスなんですよね。バラエティコーナーもいっぱいいいやつあるんだけど、どうしようかな、222台もあるんで、222めっちゃ書いてある、あ、戦国乙女新しいやつ回したら当たります、これも AT でも時間かかっちゃうかも。じゃあここ新しい戦国乙女3打ちます。はい、ということで3機種目は戦国乙女3で頑張ります。まだそんなに打ち込めてはいないんですけど、でも結構甘いよっていう話はみんなから聞いたりとかしてて、私も1回だけ打ったんですけど、その時は普通に2400枚ぐらい本当出ました。なのでまあ今回もそんなうまくいくかは分からないですけど、で基本的にはチャンスゾーンを目指すか低ゲーム数で当てるか、まあ、結構ハマっちゃっても、あ、そんなに投資もいかないし、割と一撃はまあまあな枚数出てるのは見るので、うん、筆で線溜まって、で出陣チャンスのアイコンが、でも今赤金でしたね、白がなかった、赤か、はい、でこのアイコンが、まあ、こっちに溜まるんですけど、出陣チャンス赤が1個ストックされてます。まあ、当たった時に使うやつなんで。そう、でも昨日もなんかみんなで話してたんですけど、コスプレを、まあ、する子とか好きな子とかがいて、おっぱい大きくていいねって言われて、なんかおっぱいキャラできるじゃんみたいな。いやでも逆にちっちゃいやつのキャラできなくないみたいな。そうで、ピンク髪は本当貧乳が多いんですよ、キャラクターで。でこの家康もそうじゃないですか、戦国乙女の。でも私ピンク髪の貧乳がめっちゃ好きなんですよ、私はアニメのキャラの中では。だから自分はなんかそっちのコスプレはできないから嫌だなと思って、なんかすごいもうキャシャーな感じの子が多いじゃないですか。でもないものに対してはもう漏れるじゃないですか別に。
でも封印はそういうわけじゃないから。あ、今日チャンス目 B ね。さあマガタマチャンス出ました。ここでうまいことレア役引けたらいいんですけどね、引けないのよね。お、引いた、引けました。2まで上がった。でまたリセットされて、20ゲームかな。おお、引いた、すごくない、うまい。さあ3まで行きました。これはもうマックスまで行きましょう。まだまだ序の口ですよ。おお、すごい、引けました、すごっ。何、初めてチャンスゾーンです。あ、でも出陣ポイントもたまるかな、ギリギリいけるね。はい、ここも赤が欲しいな。赤以上が、あ、白だけど、まあまあまあ。さて、チャンスゾーン、ストリアモードです。はい、チャンスゾーンですね。まあ普通の方のチャンスゾーンですけど、リプレイを引くとチャンス。14ゲームか。リプレイ、リプレイ。はい、青に昇格。弱役とかも多分いいですよね。よし、あ、リプレイ引いてますよ。お、緑、リプレイどうでしょう。因縁春道、嫌な予感がしますが、はい、あ、レア役、ここのレア役はなんかチャンスアップらしきものがないんだよな。タッチ、タッチ、タッチじゃないわ。ダメだ、封印はうまくいっているよね。これは危険な状態だが、もう次回予告が入りました。全吹き荒れる世は乱世、はい、踊り出るは天下無双の乙女たち、はい、祝、次回祝、運命を切り開く、はい。あ、これで当たり、998ゲームです。なんとか持ち込みないで来ましたけど、ほぼ飲まれました。50枚ぐらいかな、残り。白の出陣チャンスなんで、出陣チャンスの赤が2、白が3あります。でここから、貯めたアイコンですね、出陣チャンスのアイコン、これを見ていきます。1個ずつ、ああ、まあでも赤があるから2個。ダメ、出陣チャンス、はい、赤2つもらえれば、よし、はい、とりあえず乙女参戦モード1個ゲット、もう1個赤、出陣チャンス、またまた秀吉、はい、2個とりあえず乙女参戦モードいただきました。さあここから上乗せ特化ゾーンですね。まずは枚数乗せからスタートです。うんうん、20、まだまだ、あーだ、あー、ダメだ、終わった、早っ、50枚で、もう一人ね、秀吉いるんで、終わりの黄色き天使、豊臣秀吉、
早くない？やばい。30枚しょぼ。それで今80枚ですよね。で、強化は入ります。おお、早速これ揃えばまた乙女参戦チャンスです。イエス。さあ誰出てくるの。また秀吉出てきすぎじゃない。まあいいけど。頼むよ。全然あ、釣れた。まあ40枚そんなもんだな。はい。で今 2.5 分の1ですね。上乗せ確率、はい、10。お、いいね。10からの、あーダメだ、割れない。お、上乗せ確率2分の1になりました。これがね、いっぱい食ってくれるとものすごい上乗せできるんですけど。じゃあ50になりましたね。はい、予約行きたい。おお、まだまだ行きます、2連撃。なんぼ80。2分の1だけど、まあまあ乗せてる。あ、回数は、うん、揃えたい。でもちょっと弱いか。お、揃った揃った。じゃあ乙女参戦、秀吉以外も見たいな。あ、秀吉幼女だな。30枚弱すぎる。あ、で乙女レイド降格してますんで、これは乗せたいです。あれ、頼むよ。よしよしよし、からの割れます。割れる。ソリ40。よし、あ、レールク引いてるんで多分2連撃いくよね。はい、まだまだ。お前すごくないですか。やばい、また80になっての、はい、まだまだ3連撃。信長さんかっこいい。はい、お、タッチドン。なんぼ？おー、180。イエイイエイイエイ、180枚ゲットです。はい、ラスト乗せたい。よし、乙
乙女レイド効果入ってます。必殺乙女レイド、40枚終了か。まあでも、600枚ジャストですね。600枚のせいで、あとはまあどうやって伸ばすかだな。頑張ります。十字キーで選択してくれ。まとめてアイテム第一章、平安来るか。おー、ドロー、まだ乗せれます。お、形か。まだまだ、あー、まだまだいけます。終わり、50枚。はい、さあ、とりあえず上乗せした枚数は全て消化して、でバトルに移行します。でこの初めのバトルに勝つことができたら剣聖乱舞、あの上位版 AT に入ります。いや全然チャンスアップらしいものが出てこない。これは結構厳しそうだな。ジャッジメント出したらの、はい、いやーそうだよね。はい、699枚獲得でございます。いや、やばいやばい、時間ない、もうやめよう。やめます。結局750枚ぐらいですか。もう絶妙っすね。マジでジャグラーとかでビッグ引けばみたいなところはちょっとありますけど、あと2機種か、厳しい。ちょっと待って、とりあえずジャグラー、とりあえずジャグラーいいですか。もう多分どれでもそんな変わらない。153ゲームからいきます。ちょっと5機種はね多いですよ。誰が決め、私だ、サイコロ振ったの私だ。ジャグラーならなんかすぐに当てられるっていう感覚でジャグラーに来てますけど、ジャグラーだって線とかはまったりするんですよね。恐ろしいやつだよこれは。うん、10秒、10秒。ちょっと待って、あーあー、ちょ、これだけ、これだけ、これだけ。なんかもうジャグラーはすぐに当てられるっていうもう先入観やめます。実戦終了、お疲れ様でした。いやー、5機種無理無理無理です。本日ですね、5機種の台で当たりを引いて、なおかつプラス収支でという無茶ぶりでしたが、今日は3機種しか当てられませんでした。最後のジャグラーも光らないって、全然惜しくもなんともなかったっていうね、残念ながら。そして収支の方なんですけど、投資が2万円ジャストです。で回収が473枚ですのでマイナス447枚、収支もマイナスということで、ダメだこりゃ、全然ダメだった。まあ範囲は分かってます。3機種中まず2機種で天井行ってる、時間がかかりすぎてるんですよ。まあでもそういう機種だしな、結構やっぱ6号機ですしね、その2機種はね。
まあでも当たったらね、まっすぐ AT とか RT とか行く台は選んだんですけど、やっぱりそれなりに時間もかかってしまいまして、もっと言うと最初のサイコロですよね。最初のサイコロで5じゃなかったら全然クリアできてた気がする、なんでまあただ収支もマイナスになっちゃったんで、まあでも言うて可愛いもんです。447枚なんで、まあ、それはあの蓄積されている収支に、まあ、減算されると思うんですけど、まあ今回はちょっとむずかったな。やっぱ一人じゃ寂しい、もっと誰かと協力してやりたい。助っ人呼びますね、今度同じようなやつやるときは。はい、ということで、まあ残念ながら今回はダメになっちゃって、罰ゲームはないんですよね。ないんですよね、ないんですよね、うん。まあ、褒美もなければ罰ゲームもないということで、はい、せっかくねコメントにご褒美企画もやってあげてって書いてくれてるのにね、ご褒美の部分は消されるんですよまあでも今日は何もできなかったしな、何も言えねということで、まあ、今日みたいなやつはでも今日は結構まあ、惜しい、まあ、うまくやろうと思えばできなくもない、結構いいラインの無茶ぶりだったかなと思うので、まあ、そのような無茶ぶり、コメント欄にてどしどし、お待ちしておりますので、たくさんご意見、いただけると嬉しいですということで、また次回は皆さんからの無茶ぶりになるのか、上からの本当無茶苦茶な無茶ぶりになるのか分かりませんけれども、また次回も頑張りたいと思います。本日の、動画ですね、いいね評価、そしてひこおなチャンネルの、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。